吉川和厚は、日本の軍事研究家、イラストレーター。デチママスアースイ専友会協会会員、信用会準会員。イタリア軍入門の著書をはじめ、イタリア軍関係の記事を多く執筆している。また、ドイツ軍装関係の解説記事や、ミリタリーイラストも商業誌に掲載。かつては、ストーミングイーグルスの表紙カバーイラストも手掛けた。現在、 ミリタリークラシックス誌で、ベンベヌート、知られざるイタリア小兵力を、タミヤニュースで、第二次大戦イタリア軍装備解説を連載中。香川県高松市生まれ。幼少の頃はプラモデルから始まった、ドイツ空軍戦士や、戦闘機に系統して過ごし、成人してから、軍装収集、研究を趣味としていた。年代より、イタリア軍装の魅力に惹かれ。 その後イタリア軍戦士、特にイタリア社会共和国軍研究にも手を広げ、広告会社でアートディレクターとして勤務の傍ら、イタリアに通っては直接退役軍人と会って取材し、各地の慰霊祭に参加、または戦場を訪ねるフィールドワークに勤しんでいる。2002年には1年近く、イタリアに在住し、イタリア語の習得やイタリア軍研究を実地で行った。また、 軍装の知識を活かして、タミヤからリニューアル発売されたセモベンテ、カーロ・アルマート M13、40のキットに付属したイタリア兵士フィギュアの交渉も行う。さらにアニメーター修行の経歴から萌え系イラストも描け、MC アクシズ17号のイタリア軍特集では、自らイタリア軍美少女イラストも手掛け、アニメ、ガールズパンツァー再放送第7話のエンドカードも描いている。 ありがとうございます。